久保さんアップグレードにしましまょうかあのですね僕あの画面キャプチャーソフト久保さんもね昔あの,昔あの僕は久保さんすごいなと思ったんですけどいや吉田さんこれバイドゥバイドゥでしたっけなんかあの画面キャプチャーソフトの無料版で使うとロゴが入るんですけど有料商品も久保さんはこのなんかあの無料版でやってたみたいな <laughs> 僕はちょっと気を使ってそこはね あのロゴがそこは入らない有料を使ってるんですよ。まあ久保さんが今何を使ってるかちょっと分かんないですけども、まあ、最近はねまあデフォルトになんかそういうソフトが入ったりとかしてますけど昔はなかったんでなんかそういうソフトをね入れないとできなかったりとかね。で今回ね僕はあの Mac のね OS があーいつの段階かアップグレードされて、まあ、いつも使ってる Camtasia っていう有料の,その画面キャプチャーソフトがなんかね使えなくなっちゃったんですよ。 で、まぁ、あ、2021年だったんで、で、今2022年版のカムタジアのソフトも出てるんですよ。で、あの、買わないといけないかなってずっと思ってたんですけど、まぁ、あ、でも Mac にはデフォルトの QuickTime プレイヤーっていうのが入ってるので、今 QuickTime プレイヤーで応用、あの、あのそれでも画面キャプチャーできるので、それでやってたんですよ。ただ、QuickTime プレイヤーで編集、あの、撮ると、そのやつをまた、 iMovie とかの編集ソフトにそのファイルを入れてちょっと編集してっていう風にやらないといけないんですよ。で、カムタジアの場合は、もうそのカムタジアのソフトに編集のやつが入ってるので、まあ録画して、で、カムタジアのソフトが立ち上がってその場で編集してその場で出力みたいなできるので、まあ、ぶっちゃけこっちめんどくさいんですよね。で、まあね、今ちょっと Amazon キャンペーンもやってますんで Amazon で買おうかなと思ってたんですよ。待てよと。待てよと。 なんかあの <laughs>、あの、今までちょっとお気に入り、あの、買い物リストに入れてたんですよ、買おうと思ってたんで。そしたらなんか CD-ROM ってなってて。CD-ROM しかもうなんかその安くなってなくて、CD-ROM 送られてきても CD-ROM ねえなってってね。<laughs> でも2000、なんでそれものす、品薄になったかっていうと、もう今2023年になったから、2022年バージョンがもう品薄になったわけですよね。で、その CD-ROM が売れ残り、 売れ残ってってて安くななるみたいな話で、で通常のは2万いくらになってるんですよ。マジかみたいな。これなんか、なんか、どうにかなんないかなっつってね、久しぶりに、その、カムタジアの2021年版をこう、立ち上げて、その、こう、これもしかしたら、これ、なんか、不具合出てるから、僕と同じように不具合出てるから、アップグレードされてんじゃねえかなみたいな。で、更新チェックしたら、アップグレードファイルがあって、アップグレードされますみたいな。 まあそのバグ修正か分かんないですけど。で、さっきね、そのアップグレードしたんですよ。そしたら治って、あ治ったみたいな。ま <laughs> 何が言いたいのかっていうと、あの、まあ、よくね、あの、OS がアップグレードされると、ソフトが対応しないっていう、この問題が出てくるわけですよ。OS、Windows もそうだと思うんですけど、Windows の OS、Mac の OS がアップグレードされると、今まで使ってたソフトが、なんですかね、使えないとこれ。こういう問題が出てきます。 で、これも一緒で、まあ、何が一緒かっていうと、時代は昔と違ってアップグレードされてるんですよ。まあ OS、まあこれが時代が OS というならば、まあ時代がアップグレードされた。OS がアップグレードされた。で、自分っていうのはソフトです。でね、<laughs> 自分がアップグレードしないと、その時代についていけないって話ですね。要は。要は昔の価値観ですよね。今の価値観と昔の価値観。昔使えるもの。 今使えるもの大きく変わってますデバイスもツールも全部昔に比べると変わってますで久保さんもね最近そのなんか昔のねデジカメ出してきましたけども久保さんもアップグレードしましたよね <laughs> また戻ったと思うんですけどこの画像ねソニーのやつにこれ多分ソニーのやつに戻ってますよねこっちの方がやっぱ綺麗ですしやっぱね昔のやつはねまあ昔は昔で味があるんですけど聞きづらいですねザーみたいなザー ザーって流れるんで。こっちの方がやっぱ、なんか、昔はね、ずっとあれでやってましたけど、やっぱこっちの方が普通にクオリティいいっすよね。聞きやすいし。すいません、こっちの方が聞きやすいですね。単純に。ユーザビリティはこっちの方がいいと思います。ただ、その、逆に言うと、あっちの方が味があったりとかもするんですけどね。なんか懐かしいな、みたいな。まあまあ、何が言いたいのかっていうと、まあ時代がアップグレードされてるわけですから、自身もアップグレードしないと、まあしんどいよって話ですね。 うん、生きていくのしんどいよと終身、まあ、雇用もなくなりましたし年功序列もなくなったし、えー、退職金も絶対入ってくるわけでもないし昔はねその一社に勤めていてちゃんと長年勤めたら給料もずっと上がるしボーナスも出るし、ね、僕はバブル時期を経験してないですけどバブル時期のボーナスってすごかったらしいですよね <laughs>。 まあそういう時代じゃないし、ね、退職金もらえるかどうかもわかんないしって話で、で、コロナだしみたいな、<laughs> まだ続いてますしね。だから時代が変わったんで、自分も、じゃあそこの時代に合わせて自分で稼ぐスキルとかつけないと、まあ今後生きづらいんじゃないかなとは思いますけどね。いってらっしゃい。